はい、えー、今のあのサムネイル画像の、はい、<laughs> えー、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、SNS とインフルエンサーの学校理事長を務めております。ケンタ店長こと、ケンズと申します。えー、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、今日はですね、あのー、まあ、今はちょっとサムネイル画像で、こうやってやってね、ちょっとあのー、はい、ちょっと驚いた顔で、 一緒に撮影した、Temu っていうね、あのー、Temu で Temu っていう、えー、まあ、インターネットショッピング、通販サイトですね。海外ショッピングサイトっていうのかな。海外通販サイト。はい。えこちらについてちょっとね、動画見てくれてるみんなにね、えー、まあ、タイトル的にはそうだな。Temu で10回以上購入してみた結果とか、はい。 まあ、t ームで商品10回以上買ってみたけど、買ってみたのでレビューしますとか、まあ、そんな感じのタイトルに、はい、なってると思いますね。えー、結構ね、あのー、僕この t ームっていう、はい、えー、ショッピングサイトでよく買い物するんですけども、あのー、自分の身の回りの人に t ームって言うと、えー、なんか、怪しいんじゃないのみたいな。海外通販サイトって、えー、届くのちゃんとみたいなで。結構不良品とか多いんじゃないのみたいな。 そういうね、あのー、ことをね、言われるんで。 あのー、今回はちょっと僕がね、あの、ドハマりしている Team について、いや、こんなにすごいサイトですよっていう、すごく優れたショッピングサイトですよっていうのをね、えー、まあ、リスナーさんに紹介できたらなと思います。はい。で、t e a に関してはですね、僕の動画の概要欄一番上にですね、まあ、あのー、初めて、えー、お買い物する方は、1万5千円分のね、クーポンもらえる、はい、あの、URL 貼っておきますんで、ね、えー、興味ある方はぜひチェックしてみてください。動画の概要欄一番 上です、はい、1万5000円分のねクーポン、えー、もらえるんで、ぜひね、はあ、実際、僕はそれクーポン使っちゃってるんで、あれなんですけども、はい、でティームって、まずあの何がすごいかっていうと、まあ、僕が10回以上買い物してるんで、で、まあ、先日、なんか急にこんなのもあの一緒に送ってきたんですけど、まあ、よく買ってくれるんで、ありがとねみたいなノベルティだと思うんですけど、まずね、配達がめちゃくちゃ早いです。はい あのー、結構海外通販って、まあ僕昔からよく使ってるんですけど、いろんなサイトをね、あのー、まあ、シーンだったりとか、アリエクスプレスとか、まあ、マイプロテインもそうですよね、i h e r b とか。で、Amazon の僕海外版のアカウントも持ってるんで、えー、そういうのも買ったりするんですけども、まだね、結構配達が遅いっていうちょっとネックな部分があるんですけども、TV はね、配達早いですね。はい。で、あのー、例えば、 その配達予定日っていうのが TMU から送られてくるんですよ。ね。えー、例えばじゃあ今日買ったら、えー、じゃあまあ2月の20日から25日の間にお届け予定ですと。はい。で、この予定日を1日でも過ぎてしまった場合、なんと無条件で TMU から600円分のクレジットが振り込まれます。自動的に。はい。あのー、これ本当にすごいなと思って、 なんですよ今まで海外ショッピングサイト使っててこういうことってなかったんで1日でも予定日から遅れたらもう600円のクレジットを勝手にあっちが振り込んでくれるんですよすいません遅れてすいませんみたいな感じででその後商品が届いても別にその600円は返さなくていい次のお買い物で使えるみたいなめちゃくちゃ太っ腹なショッピングサイトなんですよ、えー、こんなショッピングサイトは日本でもまずないですよねはいえーね、配達予定日からちょっと遅れるとまあ600円分もらえると もう、たまにむしろ遅れてくんねえかなっていう風にね、えー、願ってる自分がいたりとか、はい。で、実際僕ね、2回振り込まれました。はい。あの、しかもそのうち1回は、日本のちょっとあの、震災と言いますか、えー、まあ、ちょっと大きな地震があって、それでちょっと配達が遅延してたのかなうん。ジャストそういう時期だったんで、それでも600円分振り込まれましたね。はい。すごい有料サイトです。はい。 で、え、第2にですね、まあ、ティーム m の優れたところが、え、価格調整機能っていうのがついてるんですよ。はい。これね、実は僕最近気がついたんですけども、え、なんと、商品を購入してから、え、30日以内であれば、 えー、例えば僕が、じゃあ、えーまあ、今日商品買いました。1万円で商品を買ったとしましょう。ね。で、えー、その後、僕が買った後に、買った商品が値下がりしてしまうっていうことって、結構通販サイトあるじゃないですか。うわ、うわー、みたいな、翌日見たら、うわ、100円下がってるよ、みたいな。はい。ね、なんなら、うわ、セール入ってめっちゃ下がってるよ、低価が、みたいな、ことあるじゃないですか。えー、t e の場合、商品購入から30日以内であれば、 え、差額分がですね、えー、振り込まれます。はい。<laughs> びっくりですよね。これ最近知ったんですけど、注文、自分の過去の注文、なんかこれ以下で買ったっけなって見てたら、なんか価格調整ってボタンがあって、なんだろうと思って押してみたら、あなたが購入してから、あの、定価が、あのー、なんかその注文のね、オーダー全部の商品だと見ると、価格が、定価が下がってる商品がいくつかありますみたいな。 で、その差額分を、えー、クレジット。まあ、要はその、なんていうんですか、ティーム内で使える、クレジットとして、返金いたしますと。はい。えーと思って押してみたら、あのー、結構返ってきましたね。そ、え、こんなに返ってくるのみたいな。僕、ほら、何せ、あのー、一回結構な額買うんで、あのー、で、もう10回以上購入してるんで、しかもそれ2ヶ月の間に10回以上購入してるんで、あのー、結構な額返ってきましたね。 あれ、次の一回分、もタダで頼めるんじゃないのぐらいの。そう、でもめちゃくちゃ、これ、フレンドリーなサイトだなと思って。これもなかなかね、日本のショッピングサイトでもないですよね。はあ、よくありますよね、ネットショッピングってね。この買った後に値段下がってるみたいながっかり感。でも、t e m にはそれがないんですよ。はい。お金返ってくるんでね。ね、えー。これがびっくりだなってところと、で、返品、返金ね。これの対応がめちゃくちゃ、あ、早い。はい。 で、これはね、海外ショッピングサイトって結構、えー、やってるところ多いんですけども、まあ、t e m も、あの、それと同じで、えー、いちいちそのカスタマーサービスみたいなの連,連絡しなくても、返金ボタンを押すと、すぐに商品の返金作業をしてくれるみたいな。はい。えー、もういちいち確認も取らないですね。どこがぶっ壊れてるとか、あの、何が足りないとかも確認せずに、すぐに、これこれもう、これダメだ、これ返金壊れてるってやったら、もうすぐにクレジットが振り込まれるんですよ。 はい。まあ、もちろん、あの、諸条件ありますけども、TM もね、本当にたまにですけど、あれ、なんかちょっとこれ、色剥げてんな、これちょっとこれ使えねえな、みたいなのあるんですよ、たまにやっぱり。まあ、海外通販なんで、 えー、日本みたくね、本当にクオリティがなんていうんですかね、統一されてないと言いますか。まあ、そこら辺もね、含め僕は海外雑貨とか、海外のおもちゃ好きなんで、えー、買ってるんですけど、さすがにこれはちょっと許容範囲だな、あ、許容範囲外だな、みたいなやつに関しては、まあ、あの、返金ボタンを押して、えー、その分の商品をね、えー、また t m o o のクレジットとして、えー、振り込んでもらうと。で、次のお買い物に、えー、使えるみたいな。 はい、あ。だから、この辺の対応も、すごくね、あの、やりやすいし、分かりやすいですし、あの、めちゃくちゃ優れてると思いましたね。はい、あ。だから、あの、まあ、最初に言った、えー、配達遅延がなかなかないと。で、紛失もないです、ほとんど。はい、あ。で、あったとしても、すぐに、ま、返金対応してくれますと。ね。 一応、諸条件あるんで、まあ、あの、無条件ではないですけども。で、価格調整機能っていう、えー、差額分の返金っていうサービスがありますね。はあ、で、まあ、あの、配達遅延。予定日からちょっとでも遅れたら、えー、600円分のクレジットが振り込まれるっていう。もうね、いいとこづくめなんですよ。で、なおかつ、あの、TMU の商品数が半端じゃないんですよね。もう、あの、ファッションから、えーまあ、僕はおもちゃ、雑貨をメインで買ってるんですけども、はい、あ。 あの、もう、とてつもないです。物量が。ね。はい。で、安い。うん。いくつもね、僕は海外通販サイトを掛け持ちしてるんで、あのー、まあ、もう常に値段をあの見比べてるんですけど、大抵の場合、ティームが一番安いですね。はい。これも、まあ、大抵の場合なんで、必ずとは言えませんけども、あのー、ティームが一番安いですね。というのもね、ティーム送料基本かかんないんですよ。はい。 不思議でしょうん。まあ、最低注文価格はあ,あるんだろうけど、いつもね、僕ちょっといっぱい買っちゃうんでわかんないんだけども、送料がかからないんで、他のやっぱりサイトって結構送料でいい額取られちゃったりするんで、輸入はね。そういうところもね、チームすごいなと思って。うん。 だからね、ぜひね、なんかみんな怪しんでる場合じゃなくて使ってほしいなと思って。で、あの僕のこの動画の概要欄一番上に載ってるあの URL からだったら、1番5千分のクーポン、これガチでもらえるんで。で、あの、この1番5千分のクーポンマジで使えるんで、はい、あ。僕はそれ使ったんで最初の注文なんかほぼほぼタダでしたね。はい、あ。だからぜひね、ちょっとね、あのー、まあ、あ まだ買ったことないよ。TV 買ったことないよって人は、あの、動画の概要は一番上からね、アクセスしてもらって、特に、えー、雑貨系、おもちゃ系が強いです。はい、僕の中ではね、感覚としては。はあ、で、えー、結構ね、あのー、これ TV あるあるなんですけど、 在庫もあともう少しです。いくつあと何個で売り切れますっていう警告が出るんですよ、商品に対して。大体いいそういうのって、いや嘘やろみたいな。購買意欲煽おっとんやろって思うけど、実際に、あの、あれ嘘じゃなくて、脅しじゃなくて、うかうかしてると在庫なくなるって、あの、もう購入不可になっちゃうんで、あの、欲しいものがあったらね、もうすぐ買った方がいいです。はい、あ。結構やっぱ狙ってる人多いんで、うん。はい、あ。まそ、あ、れぐらいのね、本当にね、ティーム人気で、うん、とてもいいアプリなんで、 アプリっていうか、ショッピングアプリか。はい、あ。ぜひ、まあ、ティームアクセスして、まあ、リスナーの皆さんね、お買い物楽しんでください。マジで安いっす。はい。えー、というわけで、ティーム、もう10回以上降臨してますけど、1回も嫌な目にあったことはないですよっていう動画でした。桁出ちゃいました。さよなら。